山崎育三郎、96歳の祖母が出来合い孫4人のうち、一君が一番可愛い,い、とひいきも、鉄子の部屋で。俳優の山崎育三郎さんが、10月17日放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組、鉄子の部屋、テレビ朝日系に出演。96歳の祖母の出来合いぶりを明かした。写真特集、山崎育三郎。 四兄弟で喧嘩もたくさん今になってわかる母の大変さ、哲子の部屋で。祖母から一君と呼ばれている山崎さん。毎年夏になると岡山に行くという。一訓の歌を聴いてもらいたいと祖母が仲間を集め、10から20人ほどがいる場所を貸し切り、一訓のミニコンサートをするのが恒例行事だ。歌う曲はおおよそ決まっている。 大きな古時計に氷川清キさんの箱根八里の半次郎は絶対歌うとか。氷川清キの箱根八里、歌って、と祖母にリクエストされて一生懸命に覚えたという。今年のツアーの岡山公演を祖母は見に来た、氷川清キは歌わないのと毎回聞かれる。祖母の部屋には大きなポスターをはじめ、雑誌や新聞に載ったものなどを切って飾ってある。祖母は、 私の恋人と話しているという。孫が4人いるが、一君が一番可愛いと言い,い。ひいきしてもらってます、と笑う。昭和歌謡の西田敏行さんの、もしもピアノが弾けたなら、など、祖母や母がカラオケで歌うのを聞いて覚えた。